さあどうやさ、ショコラでございます。前回コメント募集しますよという動画に引き続きこの格好ではございますけれども、今回ですね、うちのメンバーのテラルトンがですね、旅行に行ってきたみたいでお土産をいただきました。きび餅、きび団子の餅かな。あのね、今3時なんですよ。仕事が終わって動画撮ってそれの編集をして寝るっていう、この夜食にぴったりの時間でございます。名物って書いてあるけどさ、どこの箱根、湯河原、熱海、なんかまあその辺でしょう。甘さを控えた柔らかい餅になど書いておりますけれども、食べたいと思います。どうやって開けるんだろう。おー、マジか。これはさ、開けたらさ、すごいやつじゃない？きな粉びっしりでございます。これ開けたらプヒャーなるやつだよね。ちょっとプヒャーしたくねえな。さあではいただきますね。うん、うまいよ。これで、編集も頑張れます。寺島くん、ありがとう。さあもう一つ、今2回目でお届けしております。これね、ちょっとお手紙付きでございます。直接お渡しすることができなくてすみません、使っていただけたら嬉しいですという形で、直接会えなかったんですけど、くるみんでございます。皆さん名前覚えてください。くるみんですよね、可愛らしい子です。なんだろうね。あ、ちなみに、これ皆さん覚えてますか。これはですね、小林くんが沖縄に行った時のお土産でくれたシーサーのトレイでございます。USB のメモリーとか、あと指輪とか、あの取り外したネックレスとか、そういったものを入れてます。人からもらったものはね、使わないといけませんので。まあだよね、それはわかんないよね。開きましょう。陶器だね。お、マジか。これは何を入れたらいいんですか。熱海って書いてあるね。でもちゃんとこう聞こえるかな。これは予想するに多分灰皿です。ただわかんないよ、想像ですけど、この色、このツートンカラー、これ何ですか皆さん。そう、僕のパンダくん、ミニと同じ色をしています。そして、はい、今すごいですよ皆さん、沖縄と熱海の夢のコラボレーションですね。これはすごい。何を入れようかな。ただね、人からのお土産をさ、大切に使わなきゃいけないじゃないですか。ちょっとこういう掃除道具、いやーでけえな。あ、できた。使い道ができた。ペン入れにします。熱海、そしてこっち側にシーサーがいます。はい、というわけで熱海ありがとうございます。使わせていただきます。小林くんのシーサーもちゃんと使ってるからね。はい、というわけで正直怖いです。なんかどん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 こういったものが増えていきそうです。なんかくるみんが、実家に帰った時に餃子のキーホルダーくれたんですよ。 だいぶレベルアップしたね。次は何をくれるんだろうね。以上、熱海からお届けしました。ショコラでした。また明日。